なははは、霊夢悪いな。私の護衛艦出雲が、世界最強なんだぜ。いやいや、私のノルカガが世界最強なのよ。ほほう。それじゃどっちが強いか勝負してみるか？望むところよ、これは気になるわね。ということで今回は海上自衛隊護衛艦出雲が空母になるとアジア最強空母に、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、自衛隊には世界的に見ても最強レベルの空母があるんだ。ふむふむ。2022年11月、相模湾で海上自衛隊創設70周年を記念した国際観艦式が行われたんだがな。自衛隊の最高司令官である岸田文雄首相が護衛艦出雲に乗艦し、海自の、受越艦艇部隊や12カ国18隻の外国艦艇などを観閲したんだな。そうか。首相って自衛隊の最高司令官でもあるのね。出雲のすぐ後ろには護衛艦日向が続いたんだぜ。そして出雲と、日向は同じ全通型甲板を持つヘリコプター搭載護衛艦なんだな。まあ、外見だけ見ると、基準排水量が 19,950 トンの出雲は、同 13,950 トンの日向をやや大きくしただけのように見えるんだが、ただ、渡辺元海上自衛隊横須賀地方総監は出雲と日向は、結果として、かなりコンセプトが違う艦ですと語っているぜ。大きさだけじゃなくコンセプトが違うとな。2009年に就役した日向は海自が試行錯誤して建造した艦だったんだ。渡辺氏によれば、海自は当時、日向を、航空機運用中枢艦とするのか、指揮統制艦にするのか、それとも対潜水艦船中枢艦にするのかといった迷いがあったんだな。おお、なんかいろいろ迷いがあったのね。このため、新たに大型のソナーを搭載したため、特注のドックで建造することになったんだ。海に空にコンセプトが迷いまくってるわね。昇降エレベーターは旧海軍の空母のように、甲板の前部と後部の計2箇所につけた。これに対し、2015年に就役した出雲は航空機運用中枢艦としての役割がはっきり決まっていたな。様々な航空機を1機でも多く積み込めるような工夫がされているわけだ。まあ言っちゃうけども、空母よね。11月6日の観艦式で岸田首相らは、甲板前部にある昇降エレベーターを使って甲板上と艦内部を往来したぜ。ただ、出雲の後部には船体の外側に張り出した外舷エレベーターが装備されていて、米空母と同じシステムで、艦の外側で航空機などの昇降作業をするため、甲板上の作業や航空機の発着を中断せずに済むんだ。外側に張り出しているから大型の機種でもエレベーターを使えるな。なんか知らんが、使いやすそうね。また、観艦式の途中、出雲は横須賀を母港とする米原子力空母ロナルド・レーガンとすれ違ったんだ。おお、あの世界最強原子力空母と？そうだな。岸田首相は観閲を終えた後、ヘリコプターで移動し、レーガンを視察したんだが、その米軍は今、空母1隻にイージス艦5隻程度、それに加えて原子力潜水艦1、2隻で、構成する空母打撃群を中心とした作戦構想を変えようとしているんだ。空母打撃群は作戦構想から外れていくのかしら？そもそも、1995年から1996年にかけて起きた台湾海峡危機で、米軍は空母に3つインディペンデンスを中心とした、2個空母打撃群を現地に向かわせ、Cコク軍を圧倒したわけだ。あのCコクが悔しくてハンカチ艦で泣いたやつね。ハンカチ艦で泣いたのかどうかは知らんが。ところが、Cコク軍が国防費を、増大させ、A2AD 接近阻止領域拒否能力を増大し、対艦弾道ミサイルを含む中距離弾道ミサイルなども増強したため、米国は、空母打撃群を中心にした作戦構想の変更を迫られているわけだ。確かに、軍拡して米軍に対抗しようとしてるわね。渡辺氏も2015年くらいから米海軍は DMO、分散型海上作戦という構想を掲げ始めましたと語っているしな。そんな DMO は地対艦ミサイルなどの攻撃を避けるため、多数の小型艦や無人艦などに長距離ミサイル等を搭載し、分散して相手の水上艦艇や地対艦ミサイルなどの攻撃を避けつつ、行動させるとともに、情報衛星や UAV 無人機、早期警戒機などを使ってネットワーク化することで、分散していても一体となった攻撃力として運用するものなんだ。DMO ね。ああ。そして、小型艦の主力は、2026年からの就役を目指す、コンステレーション級ミサイルフリゲートで20隻を予定しているんだぜ。まあ簡単に言えば、相手の戦力を相当部分消耗させた上で、空母打撃群が最後の決め手として展開するという構想だな。空母打撃群は最後の決め手か。だからアメリカは次世代戦闘機よりも無人機開発に力を注いでいるわけね。そういうことになるな。視聴者の皆さん、あなたが世界最強だと思う空母の名前を、コメント欄で教えてね。さて、
艦艦式には受越艦艇部隊の一員として、海上自衛隊が21年3月に、命名進水式を行った新型護衛艦 FFM1 番艦もがみも参加したんだ。ふむふむ。そんなもがみは他の海事艦の外艦と異なり、のっぺりした船体に、一角獣のようなユニコーンと呼ばれる複合型アンテナがついているんだ。これは、レーダーに映りにくいステルス性能を追求した船体なんだぜ。このもがみは米軍の DMO 構想における小型艦に当たるな。ほう。日本も DMO 構想に沿っていくんでしょうね。アメリカと共闘することも想定してるでしょうし、今はもがみと2番艦の熊野が就役しただけだが、将来的には海事が保有を。許された護衛艦54隻中、12隻でもがみ型の調達は終了しているんだ。あれ、確か22隻作るとか言ってたのにね。そうだな。そもそもモダンな外艦ではあるものの、最先端の、能力を有していると言えるかどうかは怪しいんだ。船体のコンパクト化精進化を掲げており、約729億円かかった直近の、朝日型護衛艦よりも約250億円安い調達価格に抑えているが、ネットワーク機能、長距離攻撃能力等については、DMO を、構想として運用するのに十分なのか少し疑問なんだな。運用方法が？まさか警告のように見てくれだけのために作ったわけじゃないでしょう？コンステレーション級の価格は朝日型よりも高い約900億円。対艦ミサイルも、日米の戦闘艦艇が標準装備している8発の2倍に当たる16発を搭載する予定だ。一方、その出雲は米国と同じような DMO 構想の中でどのように活用できるのだろうかという疑問に、渡辺氏はそれでも出雲は有用でしょうと語っているな。どう使うの？警告にミサイルを撃ち込んで竹島を取り返すために使うのかな？そんなヤバい使い方しないから安心しろ。出雲は導入が決まっている。F-35B ステルス戦闘機を使った空母的な運用によって、様々な洋上防空作戦ができます。地対空誘導弾 PAC-3 や大型トラックを積んでの展開にも使えます。2016年の熊本地震では災害派遣車両を運んで活躍しました。邦人保護などの輸送や、南西諸島における国民保護のための輸送などにも使えますとしていて、さらに渡辺氏は出雲は多機能艦です。空母機能はその一つに過ぎませんと語っているな。なるほど。何気に海上自衛隊を象徴するような、存在じゃない。出雲があるからこそ、私たちの平和な暮らしがあるんだからね。さて、2023年12月現在、日本は四方を海に囲まれた。島国であるため、安全保障的には海上における防衛力が重要となるわけだ。C国も近年では国産空母の収益のみならず、新型艦艇を多数建造して海軍力を強化していて、そのためか日本の海上戦力には興味津々なんだぜ。でしょうね。言ってみれば米軍より海上自衛隊の方が習近平にとっては迷惑な存在かもね。米軍も舌を巻くほどの強さだからな。C国メディアのバイジャハオは、海上自衛隊はアジア最強とも称されていると紹介する記事を掲載し、その実力を知ると警戒心を持たざるを得ないとしているな。記事はまず、敗戦国である日本は空母や原子力潜水艦、戦略爆撃機、核兵器などは憲法により保有できないと指摘。しかし、それでも日本の海上戦力を発展させる障害とはなっておらず、多くのヘリコプター搭載型護衛艦を収益させたと伝えているぜ。出雲ね。日本は新興戦力を保有しないだけであって、その技術や戦術は高いに、決まってるでしょ。アジアを牽引してきたのは C 国じゃなくて日本なんだよ。え？警告？何それ美味しいの？まあ、その排水量は他国の軽空母よりも大きいほどで、ヘリコプターを、搭載しているだけで実質的には軽空母と変わらないとしているぜ。また、日本は他国から注意を引かないように護衛艦と名乗っていると主張しているな。このヘリコプター搭載型護衛艦に F-35B 戦闘機を搭載できるように改造する計画まであると伝えているな。怪しい動きをしているみたいに言わないでもらえるかしら？お隣みたいにネームバユーですぐ空母なんて言わないだけで、どの潜水艦をとっても空母並みの実力、いやなんでもないわ。あとは、日本は多くの潜水艦を保有している、中でも総流型潜水艦は注目に値すると紹介しているぜ。世界で初めてリチウムイオン電池を搭載したこの潜水艦は、長期間潜水することができて静粛性にも優れていると指摘しているんだ。これも爆音鳴らして潜水しても意味ないからね。潜水艦として当然だし、オタクの潜水艦とは違うのよ。さらに海上自衛隊は対潜能力も世界一流で、空中、海上、海中の三位一体対戦システムを構築していると紹介。数多くの対戦哨戒機を保有していると伝えているぜ。そんなに褒めるなよ、弱く見えるぞ。おまけに記事はアジア最強とも称される日本の海上戦力は C 国が中止するに値するとし、
その全体的な能力は決して甘く見ることはできないと分析。持ち上げておいての上から目線か。まあ軍艦で海を渡って、日本を攻めてくれば、どっちが上かはっきりするわよ。海上自衛隊は名実ともに日本海軍と呼んでも差し支えないほどになっていると高度な警戒感を示したぜ。そんなわけで、海洋進出を進める C 国にとって日本の海軍力はかなり気になる存在のようだな。日本には手を出さない方がいいわ。習近平もそんなにおバカじゃないでしょ？うっふ。さて近年、C 国は空母建造配備するなど、海軍の軍備増強を積極的に進めているが、C 国メディアのバイジャハオは日本の海上自衛隊と、C 国海軍ではどちらが強いのかと疑問を投げかける記事を掲載しつつ、ある技術においては日本が少なくとも C 国を10年以上リードしているのは確かだと伝えているんだ。ある技術？実は、ごくり、チャンネル登録と評価ボタン、コメントをしてくれた方に抽選でこっそり教えるぜ。悪しろよ。記事はまず、C 国は海軍の発展が他国に比べて遅かったとしながらも、ここのところは軍の近代化が進んでいて C 国海軍は実力を急激に伸ばしていると強調し、空母も2隻配備されていて、配備済みの艦艇の排水量の合計は、すでに世界第2位の水準にまで達していると論じているんだ。まあ C 国は金に物言わせて空母作ってるだけだからね。技術力云々の前に、ただ数を作ってるだけなのよ。一方、日本は憲法によって軍隊の保有が禁じられており、攻撃的兵器の保有も認められていないと指摘し、そんな日本に比べれば、もはや C 国海軍の方が実力は、上であるのは疑いようのない事実に思えると主張しているな。C 国海軍の方が上？寝言は寝ていなさいよ。だが、C 国の専門家は少なくとも日本が C 国を10年以上リードしていると見ている技術があると伝え、それは潜水艦に関する技術であると論じているんだ。そもそも、海上自衛隊と C 国海軍じゃ連動も桁違いだと思うんですがそれは、続けて、日本が保有する総流型潜水艦は世界で最も静かな通常動力型潜水艦であると指摘し、優れた技術力によって高いステルス性を確立していると強調。一方、C 国の潜水艦の静粛性はそこまで高くなく、C 国が建造した、初期の原子力潜水艦の騒音レベルは 170dB に達し、世界各国から笑い物にされたものだと強調していたぜ。キムチと違って、一応は冷静に自国のことは分析できているのね。さらに C 国の潜水艦の騒音レベルは現在は 100dB 以下にまで改善されているとしながらも、それでも操縦型潜水艦の静粛性とは比べ物にならないのが現状だと強調し、C 国の潜水艦に関する技術力はまだ日本と肩を並べる水準になく、日本は、この技術で C 国を10年リードしていると言っても過言ではないと論じているな。まあ別に日本は戦うつもりはないけどね。ただ軍拡してる C 国への抑止力のためなのよ。さて、2022年12月、政府は長射程ミサイルを海中から発射可能な、垂直発射装置 VLS を備えた潜水艦を保有する方針を固めた、閣議決定する防衛力整備計画など、安全保障関連3文書に明記し、政府は安保3文書に他国のミサイル発射拠点などを叩く、反撃能力的基地攻撃能力の保有を明記するが、陸や海上からに加え、海中からも反撃能力を行使可能にし、抑止力強化に努めるとのことだ。そうね。海中に潜む潜水艦は他国に位置を把握されにくいものね。搭載するミサイルは国産の地上発射型ミサイル。12式地対艦誘導弾の射程を1000キロ超に伸ばした改良型や、米国から購入する巡航ミサイルトマホークなど外国製の長射程ミサイルを想定しているそうだぜ。潜水艦からの長射程ミサイルの発射は、主に水平方向に放つ魚雷発射管を使う方法と、船体の上部から打ち出せる VLS を使う方法の2つがあるが、VLS の方が多数の発射が可能なことから VLS 方式を採用。大掛かりな装置となるため、心臓を含めて検討することになるな。お、新しい潜水艦を作るつもりなんだね。海中からの長射程ミサイル発射をめぐっては、浜田靖一防衛省が8日の衆院安全保障委員会で、潜水艦は高い隠密性を有している。より長射程のミサイルを用いた戦い方によりこの特徴が発揮され、相手に一層複雑な対応を強いることができると述べていた。日本は島国だから潜水艦なしでは防衛を語れないわよね。政府はまた、2027年度までに空中給油輸送機を13機取得する計画も防衛力整備計画に盛り込む方針だ。新型の KC-46A などが候補となるそうだ。ふむふむ。敵の航空機などを探知する早期警戒機 E2D を置き、高度な電波情報の収集分析能力を持つ電波情報収集機 RC-2 を3機、
相手の通信やレーダーを妨害できるスタンドオフ電子戦機を1機整備することも盛り込んだぜ。スタンドオフ電子戦機少なすぎん？え？大丈夫？ミサイル攻撃への対処能力向上のため、地対空誘導弾パトリオットの改良型 PAC-3MSE や、新型迎撃ミサイル SM-6 の配備を進めることも明記したな。ミサイル迎撃は今や防衛の基本能力よね。それ以上に北とか C 国がミサイル作りすぎてるけども、陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージスアショアを、代替するイージスシステム搭載艦も2隻を整備するぜ。いっそのことイージスガンダムあたりも日本海に配備しようかしらね。まあ、2023年12月現在も終わりの見えないロシアによるウクライナ侵攻。なぜウクライナは苦境に立たされているのかというと、それは、自国を守るのは自国の軍隊という大原則を忘れたせいなんだ。ソ連崩壊後、ウクライナは世界第3位の兵器核保有国だったんだな。世界第3位？ガチだったのね。そしてウクライナが核兵器を放棄する代わりに、ロシアと米国、英国が、安全保障を約束するというブダペスト覚書を交わした。強大な軍事国家である3カ国が平和を保障してくれると信じたウクライナは核兵器を、手放し、兵器を売り払い、わずかな軍事力しかない国となっていたんだ。ロシアは最も手を出してはいけない、平和を選択した国に手を出したのね。そうだな。今の現状を考えれば結論、自国を守れるのはやはり自国民だけとなってしまうな。つまり、日米安保だけではとても足らないわけね。自衛隊が強くなければ国を守れないし、弱い軍隊は国ごと侵略されるんだわ。ブダペスト覚書でわかるように、外交は水物だ。あれはブダペスト覚書ではなく、プーチン陰謀文書よ。他国との約束は裏切られた場合も想定した上で結ぶものだとの学びになったわけだ。核放棄した国が侵攻されるなんてほんと残念だし、プーチンのやり方も最低すぎるわ。米国には戦争制限法という法律があり、大統領が派兵しても議会が反対すれば即時撤退することになる。だからもともと、日米安保があるから大丈夫というわけではないんだ。そして、国民の生命と財産を守りきる防衛力、継戦能力を強化する。努力を怠ってはならないから、日本は自衛隊を持っているんだぜ。その国民の生命と財産を守りきるためにはそれなりの武力が必要なわけね。だからこそ、自衛隊の皆さんの力が必要なんだわ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。